アストンマーちゃんの辻移りって何なんだ？に対するみんなの反応。辻移りって何？突発的に移ることかな？辻切りよろしく、いきなり移り込みに行くってことでは。以上、録音終わり。どやや。怒涛さんみたいな気配を感じる。クソかわいい。どやや、どやや。なんかもう無理してトレーニング踏めない。辛い。TS 行こうぜ。TSC の世界に行こう。なんでもなオールで一発さ。鬼、悪魔、タズナさん。まーちゃん人形が欲しい。一瞬子持ちなのかと。よく見たらガチャ結果に出てくるキャラアイコンの方でもまーちゃん人形持ってんだな。まーちゃん人形出せば売れる。まーちゃん唐揚げレモンかけちゃいます。出たな悪党まーちゃん。ほんとムチムチすぎて驚くわ。このムチムチは短距離場ですわ。ダメだまーちゃん欲しくなる。100連できて天井まで回して星4です。褒美にいいことを教えてやろう。近々実装される新アイド11で私服になる。育成とチムレで新アイド上げるのだ。チムレでまーちゃん使うとしたら短距離逃げだよね。そうしたら大逃げ鈴鹿さんは参る。いけるだろうか？いけるけどたまに大逃げ同士で競り合って死んでる。もうあえて大逃げに二人出していこうぜ。スタミナ1200のモリモリで参るや。中距離で大逃げ鈴鹿使ってるけど、スタミナをちゃんと上げれば普通に勝てるぞ。グラライなら金回復もらえるし、短距離よりも育てやすいと思う。誰目ダブルピース。私服で辻移り込みダブルピースしてほしい。なおカレンちゃんさんには通用しない模様。チケット1枚分回してライアンです。ヘリオスとプロアキュート貯金を崩すわけにはいかんのや。ジュエルを12万個用意すれば解決ですね。宝玉地24枚ですか。大したものですね。我も負けそうや。あかん。ヘリオス貯金に手が出そうになる。南部杯はヘリオス貯金チャンスだったのに。俺もヘリオス貯金崩してほぼ天井まで回したから一緒に回そうよ。まーちゃん引けたから悔いはないよ。10連で引けば問題ないない。ガチャ代は週末にソダシ銀行とスターズオンアース銀行から引き出してきます。銀行ってほど安定してないから気をつけろ。暗証番号が違います。お重長さん。お重長さんもお忘れなく。お重はマジで感想だけを願っておくんや。年末は勝ってほしいと思ってしまうが、ここまで勝つこと望むのは酷や。もちろん応援で単幅オッズ下がるが。残ってるガチャチケ23枚で引けると信じて引いた。23枚目で引きました。現場からは以上です。おめ。おめ。おめ。このものに災いあれ。うほう、200連して無料で手に入れたぜ。なお、道中 SSR は一人もいないという話。なんてまーちゃんに一途なんだ。まーちゃんみたいに可愛い子ならいいけど、実際に辻移りしてくるのは実中ハックおっさんという現実。どやさ？来るよ師匠もムッチムチでしたね。10連一発積もったおかげでファイン3枚引けた。待ってたぜー、この時をよう。やめられない止まらないアストンマーちゃん。移り込みすぎて都市伝説化するマーちゃんかわいい。マキマさん助けて俺この子好きになっちまう。死体が喋ってる。これは折り紙サイクロン。見切れ職人か。マーちゃんシナリオ切なすぎて辛い。マジで泣きゲーやらんでくれ。マチタンっぽい。なんか強度の強い金属っぽいな。本来の意味でプロモーション映像を撮ってしまったマーさん。なんだろうこの思わずムホホって声が出てしまう雰囲気は。しょっちゅう回しちゃうせいで、タキオンとライトハロー片方しか貫突できなかったのを悔やんで、2周年まで貯めると決めたのだ。俺の決意は揺らが。揺らがない、揺ら。やめろ、貯めるんだよ。チケットだけなら25枚あるからチャレンジできるって？やめ。やめろー。回すのです。
目を閉じて一枚一枚魂を込めて引くのです。脳裏のマーちゃんが手招きした時にボタンを押すのです。そうすれば引けるのです。引いたのです。マーちゃんは最後が悲劇的すぎて覚えていてくださいねってボイスメモとかちょっとうるっとくるわ。ハッピーエンドのためにガチャ回してくるわ。実力は完全に上位ですね。俺ね、もうね、天井するね。レース見てたらちゃんとちょこまかしたピッチ走法でよかったわ。ちょうど相手にダスカがいたけど、ストライドが全然違う。マジかそれ再現されるか。気になってたんだ。ありがとうございます。まーちゃんの黒にイソブルマの破壊力はカレンちゃんに勝るとも劣らな、う。かつてこれほど盛り上がったことがあったろうか。毎度キャラスト読むとほんと欲しくなるのよね。80連で撤退しましたが辛い。やべえキャラスト4話までまじまじと見てしまった。スキップしなければ誘惑に負けてしまうとわかってたのに。これが天井の景色。星さんは新規2人含め7人は出たけど、まーちゃんは出なかったよ。レッツゴードンキだっけ？パドックカメラに横からフェードインするやつ。ゲート裏のはノリの際にカメラ見つけて寄ってきたのはレッツゴードンキですね。乗ってた岩田父も思わず苦笑いするやつ。なんかもういろいろ強い。この子の可愛さに気づいた。また欲しい馬娘が増えてしまった。石足りねえわ。ぐわあ、ガチャ回したくなっちゃうだろうが、回すね。まだ詳しく見てないけど、もう先が長くないヒロインがから元気で港の楽しい思い出残すまとなそんなキャラなのん。悪党マーちゃん、己シリウスシンボリ、また痛いけな馬娘を闇落ちさせたか。参った、すごく回したい。まず、6万円を用意するのだ。そうすれば、必ずマーちゃんを獲得できるのだ。さあ、魔法のカードを使う時が来たのだ。結局辻移りって何なんだよ。普通の馬娘は一人でも成功して幸せな人生を送るだろうけど、まーちゃんは幸せにしなければならない使命感が爆発する。ああ、有料も無料も石全部溶けちゃったよ。パールで回さなきゃ天井まで回せたからお迎えできたんだけどな。この子が欲しかったよ残念。多少無理して120連して無事を迎えして育成ストーリーでギャン泣きしましたわ。石なんかなんぼでも溶かす価値がある。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。